レディー、ファイト。さあ、注目の第1打。いきなり前蹴り入りました。さあ、注目の第1打。いきなり前蹴り入りました。歩きながらの前蹴りで、なんか MMA ではないようなまっすぐな前蹴りだったので、反応しきれなくてクラッと揺れたんですけど、画面前蹴りバーンと打って早い段階から決めちゃおうと思ったんですけど、そこで、あ、効いたと思ってパンチで仕留めに行っちゃったんですよね。そこがちょっとダメだったんですね。そしてここ、あ、投げました。あ、投げるか、テイクダウンに行くか、倒しました。残り40、足かけてる、足かけてる、ナイス。足、ピチャンドの中に絡められた時にグッてひねっちゃって、それで、はい、ちょっと立ち技の時にこっちで体重いけなかったので、さあ、倒しに。ちょっともうこれは太田選手のもうやりたいことをやるっていう感じになってます、はい、そして肩固め入った。組んでしまえば本当にこっちのもんだと思ってた、ね、ずっと自分のペースで試合が進んだので息も上がることもなかったですし、まあ、練習した展開をただやっていたっていう。ガバー、死んでこい、行ってこい。これ顔面へのパンド嫌がって腕を出したところ、あ、これネックロックも、はい、ネックロックがどうか、首を狙いに行っている太田。ただ抜けたか。いけくな、いけ、何とかしよう。そして膝、さらに鉄椎、鉄椎パウンド。ここでコング一勝した。3対0で太田しのぶ、MMA 初勝利を飾りました。